まあ吉田さん、あの絵をね500万1000万で買う人っているんですよね。で、絵って確かに変わらないんですけども、眺めながら頭の中でいろんなものを受け取っているんでしょうね。で、その受け取ったものがまた新しいストーリーを呼び起こして、だから絵っていうのは本当になんかこう真っ白なカンバスになんか汚れがポションポションってついたぐらいのものでも、あ、この絵買おう、これ500万、うん、じゃあうちの応接室に貼ってちょっと一日眺めていたいよねみたいな感じで、何も変化もしない絵を眺めながらね一日老ける人っていると思うんですよ。で、私ね、あのテーマパーク、遊園地に行くときにそれを感じるんですよね。あの遊園地に行くと、まあ、いろんな飲食物があったりとか、それこそ絶叫マシーンがあったりとかね、アトラクションあるわけじゃないですか。私そういうの一切っていうかね、ほとんど興味がなくって、あの誰もが座らないような場所のベンチに腰掛けてね、で公園を楽しむんですよ。一日、まあどこを眺めるでもないし、何を思うでもないし、そこに鎮座してね、なんか今までの人生を振り返ったりとか、これからのことを考えたりとかね、時には廃墟っていうのがあるじゃないですか。廃墟を見て、当時これはどういうふうな人がここにいたのかな、そしてオープンの時にはどういうふうなね感動に包まれていたのかなって、ずっとね眺めているんですよ。面白いですよね。だから動かないものに対して動きを受け取る、変わらないものに対して変化を受け取る、まあそういうふうな思いはありますよね。まあそれからもう二度と会うこともないだろう幼い頃のなんかね悪ガキども、ね、悪友とかをね、今頃どうしてんだろうかとかね。それからこと今ねキックボクシングの試合を控えて思うんですけど、あのまあ私あのちゃんとした試合ってのはやったことなくって、だいたいまあ小競り合いですよね、うん、それこそ10代の頃に、うん、やった張ったの小競り合いあったんですけども、うん、あの頃のあいつどうしたのかなとかね、こう結構ボーンとね、私もね体はでかいんですけども、殴られて血を吹き出したこともあったんですけども、あの時のあいつは今自分が今こういうことしてるって知ったらどう思うかなとかね、今でも理由もなく憎しみあったりするんだろうかとか、それとも懐かしがるのかなと。で、当時直接関わりがあったわけじゃないけども、あのまあちょっとしたね、あの縁で、ご縁でね、うん、なんか似たようなことをしていた一つ上の人にお会いして、直接は当時関わりなかったけども、まあ同じ環境にいて同じようなことをした人とね、なんか妙に気が合うんですよね。いや、あの頃はこうだったよねみたいなね、まあ武勇伝を語るわけではないんだけども、当時は結構みんなそうだったもんねと、うん、で今ね懐かしいんだけど家庭を持って、まあ、ある意味丸くなって、うん、穏やかな日々を求めて暮らしていると、うん、なんか何だったんだろうね。でもなんかあれってサークル活動みたいなもんだったし、いわゆる今でいうオラつくっていうんですかね、売り言葉に買い言葉っていうのも全部どっかの雑誌や漫画のセリフをみんなでコスプレみたいに言い合ってたよねみたいなねそう思うとなんか笑えてきちゃうなと思いますよね。で、結局まあ私はあんまり関係なかったんだけども、あの当時よくいた暴走族っていうのも誰かのバイクの真似をしてなんか作ったりね、なんか結局なんだろうね、コスプレなんですよねみんなね。当時のことを考えてみたら別の自分になりたかったというね、なんかこう違った自分になった気がしたみたいな、そんなことも思い出しながらあの振り返ることがあったかなと。今もこうやってねカメラの前で一人ぼっちでなんかいろんなこと話してますけども、こういった無からいろんなことを作り出すっていうのがもしビジネスだとしたら、まあ、こうやって新しい動画をどんどん作るっていうのは、ね、まあ、ある意味クリエイターなんじゃないかなと。そしてこれを聞いたり見たりした人が今度はねその人なりの人生を今振り返ったんじゃないかなと思うんですよ。いかがでしょうか。いってらっしゃい。